うっす、毎度ー。まあ、はい、ですね、日曜日にね、甲子園行ってきて、甲子園のね、あの応援の映像をツイッターにね、あげたら、まあなんか、カスどもがめっちゃ言ってきて、まあ僕は全然コメントとか見てないんですけど、まあなんか、いろんな方がなんかリツイートされてますとかなんか、あの、言ってきてくれたんで、まあちょっと目通してますけど、まあ、あの、その辺の雑魚に何を言われても何も思わないんで、はい、どうでもいいです。はい。で、ね、あの、評判 NPB から、あの、声出しが解禁されましたよって話で、まあ、あの、何でも政府と、おかしいルールに縛られても、従い続ける国民の皆様で、新島の皆さん、やっとね、これが解禁されたんで、僕たち文句言わないでくださいね。はい。もう一切文句言わないんでね。バチバチにやってありますよ、これから。はい。ね、最近ファンになったやつとかね、あの、なんか偉そうに、ぐち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 言うやつとかも、ほんまのよ。お前らそんな大した声出してないから、ごちゃ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 言うなよって感じですけど。はい。まあ、とりあえず、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど。はい。前置きすいません。長くなりました。あの、日曜日ね、あの、ほんまに、クライマックスかけて、最後の、日曜月曜は、甲子園の試合やったんですけど、まあ、見事、完敗、でした。はい。まあ、僕日曜日しか行ってないんですけど、もう日曜日にちょっとかける思いって言えば強かったんですけどね。あの、まあ、ダメだったんで、まあ、今日は、まあ、今年はね、もう選手の育成に、あの、数試合ですけど、やってもらって。まあ、もうね、まあ、ちょっともう、もうぶっちゃけ批判的なね、話になっちゃうんですけど、あの、高橋周平選手はもう、僕はいいかなと思って、まあ、あの、この間の三振もやっぱり、あの、現地で見てると、まあやっぱりもう結構もう厳しい状態なのかなっていうところだと思うんで、まあ実際去年の成績から考えてもまあ、もう上がり目ないでしょうっていう選手なんで、もういいと思います。もうある程度やっぱ見切ってね、戦力見極めていかんと、まあもう弱かった時の戦力なんで、ね、もう使わんでいいんですよ。もうこれからどんどんね、チームを一回解体して、あのもう、全く別のチームをやっぱ作り上げていかんと、絶対強くならないんで。はい。その辺僕は辰巳監督には期待してますけど。やっぱね、あの、選手の、なんか、みんなまあ、今年はね、まあ岡林とか、まあ土田とかも若い選手がいっぱい出てきて、あの、って頑張ってると思うんですけど、もう高橋とか京田とかね、あの、もっとね、ファンがね、どういう思いで来てるとか、どういう、ね、ほんまに思いで、この試合に来てるかっていうのを、もっと考えた方がいいっすよ、ほんまに。いや、こう、バスで行ってる人もいてるしね。まあ、ほんまに、もうこの試合にかけて、行ってるっていう人がいっぱい、やっぱり現地には行ってるわけですよ。まあ、それに対してね、あの、失礼のない試合を毎回しろとは言えないですけど、僕はやっぱりね、高橋周平とか京田とかをね、6、7年ぐらいずっと見てきて、もうね、一生変わらないんですよね、あの二人は。じゃあ、木下とかもあんまり変わらないんですけど、もうそういう選手に期待しててもしょうがないんで、もう新しい戦力どんどん出てきてるんで、新しい戦力に期待しましょう、もうほんまに。もう来年はね、きっと面白い野球してくれると思うんで、はい。あとの数試合はね、福留、豪介の引退試合もありますし、もう盛大に23日はね、送り出してあげましょう。はい。で今日はね、まあ、高橋周平の今後というテーマでお送りしましたけれども、はい。ツイッターのね、中日ファンの話が、ちょっと長々となってしまって申し訳ないですけれども、宮部さん、今日もご視聴ありがとうございました。はい。失礼します。